だよ。ねえ男前なお兄さん、私といいことしない？なんで女多くばっかりなんだ。カズマ、現在この世に多くのオスはいません。多くのオスたちはとっくの昔に絶滅しました。たまに多くのオスが生まれても成人する前にメスたちにもてあそばれて干からびて死にます。現在多くといえば縄張りに入り込んだ多種族のオスを捕らえ集落に連れ帰り、それはもうすごい目に合わせる男性にとっての天敵なのです。23日うちの集落に来てハーレムよ。この世の天国を待ち合わせて当てる。お断りします。初めて女性の誘いを断ってしまった。待て、多くといえば女騎士の天敵だ。性欲絶倫で女と見るや即座に襲いかかるあの多くのオスがもういません。あんたの幸運は嫌だ。私よ、最初は男の子がいいわね。オスが60匹にメスが40匹、そして海の見える白い家で毎日あたりとイチャイチャするの。帰りたい、もう家に帰りたい。カズマ、よし杉隅からじっとして目をつぶりな。助けてめぐみ、いつものやつを、こんな近くで使えませんよ。タクネス、いつまでも落ち込んでないで。話をしよう、話をしよう。エロトークなら喜んで。さあ話してごらん、あんたの今までの恥ずかしい性癖をさ。やめてあ、名前を、そういやまだあんたの年も名前も聞いてない。俺、これが初体験になるかもしれないんだ。最初は自己紹介から。私、佐藤カズマと申します。ピチピチの16歳、多くのスマティーナーゼと申します。さあ、あんたの下半身にも自己紹介してもらおうか。あんたの自慢の息子を紹介しないよ。うちの息子はシャイなんです。今日のところはお互いの名前を知ったってことでお開きは。